能登半島地震にかかる石川県災害ボランティアに参加したい方は、この動画の概要欄にあるリンクから特設サイトに進み、ボランティアの事前登録を行ってください。登録後、ボランティアセンターから連絡がありますので、活動日の予約を行います。決定通知を受けた方は、最寄りの社会福祉協議会でボランティア活動保険にご加入ください。なお、令和5年度分のボランティア活動保険は、令和6年3月31日で保証期間が終了します。4月1日以降の活動には、令和6年度版へ再加入する必要がありますので、ご注意ください。